の野郎。やはりお前だったのか。くそ、バラして。待て。他の女と一緒に外国を売り飛ばせ。あの船なんです。本当に麻薬があるんだな。相当なもんですよ。私びっくりしましたわ。しかし私が警察のもんだったのはよく分かったね。そりゃ商売ですもの。一目で札の旦那すぐ分かりましたよ。この中なんですよ。デカ長さん、いい格好だな。おい、また俺を捕まえやしねえだろうな。あんたを心配して後をつけてきたんだ。とんでもねえガセネタを捕まされて不覚を取ったね。俺が心配で。分かってる分かってる。あんたのことはみんな分かってる。そうかい。じゃあ俺は行くぜ。どこへ。俺は女との約束は守る主義なんだよ。よう。どこ行ってたのよ。俺はこう見えてもモテる男でね。飛行が早くなったのよ。いつだ。明日の朝7時川崎から。だから今夜で別れよ。嫌だよ、俺は行かねえよ。どうして、なぜよ。約束は金曜日じゃねえか。明朝7時川崎を出港。クラブ牛を探れ。グッドラックミスタードンファン。ねえ、好きな女の墓参りどうすんの。そいつには言えな。香港のアバーディン墓地にあの子の好きだった百合の花でも備えてやるか。そうしてあげなさいよ。おっと、今夜はあの子のためにお通夜だ。よう。おう、遅いぜ。まだ15分前だ。他の奴らみんな乗ってる。俺は慌てねえぜ。一等航海士の俺が乗るまでは船は動かないからな。よ
ブリッジ行くんだ。ガタガタ騒ぐなよ。俺には俺のやり方があるんだ。何？俺はパーサーだぞ。あんまり威張んなよ。なんなら降りたっていいんだぜ。安心しな。かわいいお前さんたちを売り飛ばしたりはさせねえよ。